ただいまあー、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だから。ああてめえ！バレット、マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリ、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。ああ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから、明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから、今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。
おい、大丈夫か？開けるぞ。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？ JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい？スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア待とう。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る、これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。
あ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ？まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ？ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに。誰だ？自警団に来る。どこに？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリ、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？お客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？
報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。終わったみたい。投げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。